VTX チャンネルをクロコでサクッと切り替える。 FPV ドローン練習会や仲間と一緒に飛ばしているとき、最も避けなければならないことは VTX が混戦することでのトラブルでしょう。そうですね。白衣ドローンズでは声かけなどのコミュニケーションを徹底しています。5800、通電します。はい。 F4、バインドします。ああ、ちょっと待って。どうぞ。バインドしました。これらのコミュニケーションを恥ずかしいからと怠っていると、映像がかぶって飛行妨害となり、最悪ロストなどの事故につながります。通電時には他のチャンネルにも影響が出ることも大いにあるので、チャンネルが違っているのが分かっていても、誰かが飛ばしている時にはなるべく通電を遠慮するか、声をかけて了解を得てから通電するようにしましょう。ドローンやる上でコミショウな方はまずそこを直すところからですね。こらこら、日本で使える帯域は欧米とはずれているため、電波干渉の少ないチャンネルの組み合わせは3つに限られてしまいます。たった3つかよ。市場に出回っている VTX のテーブルを確認しましょう。ボスカム A、ボスカム B、ボスカム D、ファットシャーク、レースと5つのバンドがあり、それぞれに8つのチャンネルがあります。ボスカムとかファットシャークは FPV 製品ブランドの名前です。切り替えが効率よくなるよう、それぞれがバンドとチャンネルの組み合わせを独自に用意していたのですが、いつからか統合されて今の形になっています。レースバンドではそれぞれのチャンネルが被らないようになる組み合わせでチャンネルが用意されているらしいですよ。つまり最大8台いける。確認したことはありませんが、噂では5台くらい余裕みたいですよ。噂かよ。まあ確認したなんて言えば電波警察に殺されかねませんからね。ということで、日本では5705、5740、5800の3つの周波数を VTX テーブルで言い換えれば、ボスカム E の1チャンネル、略して E1、ファットシャークの1チャンネルと4チャンネル、略して F1 と F4 の3つのチャンネルで3台同時を限界として運用しているわけです。これ、検定に出ますので、しっかり暗記して間違えないようにしてください。本当かよ。出るのかよ。真相は知りませんが、でもこれを知らないで FPV ドローンの運用は迷惑かけてしまいますので、絶対暗記しておきましょうね。5705、5740、5800、E1、F1、F4、つか、なかなか本題に入っていない気がするのだけれど。いえね、今回お伝えしたいことは、私も受け売りなわけですが、結構応用が大事だったりするところもあると思いまして、真似て覚えるという手法でいるより、ある程度理解してもらった方が今後のためにも良いのかなと。単なる再生時間稼ぎじゃない、そう言いたいんですね。ええ、そうですとも。決して Google ペイメントの金額がしょぼくなってしまっていて焦っているわけじゃないですからね。焦ってるじゃん。今回は今日本で最もメジャーな送信機 TX16S と今最も熱いドローン HX115LR-ELRS をサンプルに解説していきます。 HX115LR-ELRS を持っていない人、モビラシックスな人にも理解できるよう頑張ってみますので、ぜひじっくり見ていただけたらと思います。双葉は知らん、ラジオマスターに買い替えてこい。いや、双葉は双葉で信者さんがきっと解説してくれると思いますよ。 TX16S にはたくさんのスイッチやボタンがありますよね。 FPV ドローンで使ってる信号なんて大抵は8つ、多くても16チャンネルなんですけれども、で、私の場合は FPV ドローンに使っているスイッチは両肩のところだけ。前はボリュームとかも活用してこちょこちょと設定してたのに。で、今回は VTX チャンネルを一発で切り替えられるようこの部分を使っていこうと思います。1から6まで番号を振られていますが、1を押せば E1 に、2を押せば F1 に、3を押せば F4 になるようにしようかと。ほう、残りの3つのボタンは無視ですか？そこは応用ということで、この動画を最後までご覧いただいて、ちゃんと理解できた時には残りのボタンの使いどころも見えてくるかと思います。例えばチャンネルの切り替えにさらに出力を落としたものもボタンに割り当てるとか。うん、再生時間稼ぎにもなるかもしれないのに。まずはスイッチ、いや今回はボタンですね。このボタンを使うよ。ということで、モデル設定のインプット項目にてボタンのフラグを立てます。 MDL ボタンを押してモデルセットアップに入り、ページでインプットへ。おや、全くインプット項目入れてなかったじゃないですか。アームしたりブザー鳴らしたりどうしていたんですか？実はミックス項目で直接スイッチを指定することもできるのが OpenTX でして、私はそれに甘えていたりもするわけです。ではインプットでまだ使っていない項目を選んで設定していきます。5番空いてます。
すでに何かを指定していた場合、短く押すと移動させる動作になってしまうので、長押しすることに注意してくださいね。インプットネームを決めましょう。そうですね、今回は VTX をチェンジするので、チェンジ VTX とでも名付けましょうか。4文字までじゃん。シャンって誰だよ、アグネスか。 LINE ネームはスルー。ソースを指定しましょう。ここでエンターを短く押すと変更できます。長く押すとボタンの種類ごとに飛ぶので、指定するボタンが分かっている人はそれで選ぶのもありです。で、このボタンの名前ってどれ？分かんないですから、指定中に該当ボタンを押せばいいのです。なんだ楽ちんじゃん。指定したら RTN で戻るんですね。マイナス100からプラス100まで6段階で信号が発出されているのが分かります。ウェイト、オフセットはスルーで OK、 カーブはディフを指定。インプットはこれで OK。 次、ページを押してミックスに。通常、チャンネル1からチャンネル4はエルロ、エレベーター、スロットル、ラダーと操縦に関する信号を出すようになっています。エキスプレス LRS ではチャンネル5がアーム、これはお約束だそうです。私の場合、チャンネル6がスタブやヤーなど飛行モードの切り替え、チャンネル7はブザー、チャンネル8がフリップオーバーアフタークラッシュに使っています。エキスプレス LRS って何気にチャンネル16まで使えるので、チャンネル9にチェンジ VTX を発出させるよう割り当てたいと思います。じゃあモビラ6とか FR スカイ D8 で運用している人はどうしたらいいの？そうですね、一つの案としてブザーを鳴らすための SH は使わないことにして、チャンネル7で SG を使うようにして、スイッチ SG の真ん中でフリップオーバーアフタークラッシュが発動するようにして、スイッチ下げ切ったらブザーが鳴るとかにすればチャンネルが1個空きますね。使い慣れてしまっているとややこしいですけど、どっちの動作も飛行中には使わないからきっとうまくいくはず。では空いているチャンネル、チャンネル9にチャンネル VTX を割り当てたいと思います。ミックスネームは何と名付けますか？そうですね、4文字まで VTX にしておきます。無難だな。ソースを選択しエンターを押せばソースを指定できます。ここでも直接該当するボタンを押してしまえば OK。 ミックスは以上です。次はベータフライトコンフィグレーターを使ってドローン本体側を設定してまいりましょう。メモを用意しておくと良いですよ。受信機項目をチェックします。チャンネル9ですね。受信機項目ではチャンネル9が AUX5 となります。それぞれのボタンを押した際の数値を控えておきましょう。1で1000、2で1275、3で1425となってますね。メモしました。あ、ついでに4から6も。CLI コマンドラインへ移動します。CLI にヘルプと入力してエンターすれば、この FC で使えるコマンドが表示されます。今回は VTX のことだけで良いので、ヘルプ VTX と入力してエンター、 VTX テーブルで VTX テーブルを表示させておきましょう。まずは1番のボタンを押すと E1 に切り替わるよう指定します。 VTX と入力してスペース、次に入れる数値はインデックス、0から始まるので一発目は0とします。スペースを入れて次に指定するのは AUX チャンネル、ここに落とし穴があります。何ですか面倒くさい。コマンドラインでは AUX の数値は0から始まるんです。受信機タブには AUX は1から始まっていましたね。これが落とし穴。AUX1 を指定したい場合は A を、 AUX2 を指定したい場合は1をということになります。なってしまいます。つまり AUX チャンネルに入力する数値は該当する AUX の数字マイナス1ということですね。ややこしい。 AUX5 を使っているので数値は4ということですね。次は VTX バンド、 VTX テーブルの表を頼りに数値で指定します。
ボスカム E を指定したいのだから、数値は3、スペース入れて次、VTX チャンネル、こちらも表を頼りに数値で指定します。 E1 の1ということで、数値は1。あれ、ここは0から始まらないんですね。そうなんです。ややこしいですよね。ややこしいのは AUX についてだけですかね。次は VTX パワー、表を頼りに数値で指定します。指定するのはパワーテーブルの数値ではなく、パワーバリューの方、350mW にしたいので数値は3。スタートレンジとエンドレンジは先ほどメモした受信機での数値を参考にします。一番ボタンを押した際の数値は1000でしたね。ビタ数値だと何らかの弾みで誤差があった場合に困るので、下限値と上限値に余裕を持っておきましょう。900から1100にしておきましょうか。ざっくりで良いんですね。これで1分がやっと完成。エンターします。次、2番のボタンを押すと F1 に切り替わるよう指定します。直前に入力した命令文はカーソルキーの上を打てば出てきますので、それを編集して登録するようにしましょう。インデックスの数値は1、 AUX チャンネルは同じく4、 VTX バンドはカットシャークなので4、 VTX チャンネルは F1 なので1、スタートレンジは1100、エンドレンジは1300。エンターします。次、3番のボタンを押すと F4 に切り替わるよう指定します。カーソルキーの上を押して直前の命令文を呼び出し編集します。インデックスの数値は2、 AUX チャンネルは4、VTX バンドはファットシャークなので4、 VTX チャンネルは F4 なので4、スタートレンジは1300、エンドレンジは1400。エンターします。これで3つのチャンネル切り替えが命令されました。最後にセーブと打ち込んでエンター。リブートされます。これで準備完了。チェックしてみましょう。 TX16S は起動ボタンを長押し、起動したらデフォルトは1番の E1 になります。これドローン本体を起動していなければ関係ない話なので、自分に割り当てられているチャンネルをあらかじめこの時に切り替えておくと良いでしょう。では F4 を割り当てている3番にしましょうか。ドローンを起動しバインドすると、その時点でチャンネルは F4 になります。切り替えたい時はプロポのボタンを押せば瞬時に切り替わります。他のチャンネルにもノイズが走るなどの影響が出る場合がありますから、本体を起動する際、切り替えを行う際は一声かけて承諾を得るようにしましょう。一瞬のノイズが命取りになることだってあるはず。これでもいちいちゴーグル覗き込みながら OSD メニュー呼び出してスティックカシャカシャやって、バンド変更にチャンネル変更に行ってやる必要がなくなりましたね。かなりの時短、思いついた人素晴らしいと思います。ぜひ皆さんもこの方法を採用して、スムーズなチャンネル切り替えで効率よく仲間の皆さんとドローンを楽しみましょう。ご視聴ありがとうございました。